令和2年度管理業務主任者を受験予定されている皆さん、直前期となってまいりましたけれども準備はいかがでしょうか。今回はですね、私からの直前応援メッセージということで少しお話しさせていただきたいと思います。アガルトの工藤です。よろしくお願いします。はい、ということでね、管理業務主任者の試験って毎年どんなような順番で出るのかなということをね、まず皆さんと一緒に見ていきたいと思います。まあ、過去10年ぐらい見ていきますと、まず最初ね、民法のあたりから聞いていきますが、満官の、ね、試験と比べると管理業務主任者の試験っていうのはこの民法がね、割とウエイトが、まあ、満官に比べるとね高いですよね。でしかもですね、マンション管理士の方ではそんなに品質とは言えないテーマのところ結構管理業務主任者では出てきます。例えば具体的に言うとですね、足レベルで見ていくと錯誤に関するところ、それから売買、そして時効、ね、この辺全部今回改正にかかっているところですから気をつけてくださいね。そういったところがですね、割と出題頻度が過去高いです。それから管理業務主任者さんっていうのは管理業者さんの中にね入って活躍する人たちですよね。ですので当然ね、委任に関することっていうのもね割と出やすくなっています。その辺も押さえておいてください。でそれからですね、流れとして実務系の問題に入っていきます。具体的に言うと標準管理委託契約書、これは管理業者さんにはねとっても大事なとこですよね。でそして滞納に関することね。で仕分け、会計2問出てきますね。でそこからまあ建築設備系です。建築基準法なんかも含めてね、設備のあれこれということで出てきまして、でやっと標準管理規約となります。で流れで区分所有法、でそれからその他法令とありますけれども、まあ、宅建業法とかね、個人情報保護法とかね、消費者契約法とか、その辺がここで出てきますが、なぜか毎年ここにねポツンと民法の賃貸借が一問紛れ込んだりとかもしてますのでね、その辺も意識しておくとちょっと違うのかなと思います。管理業者さんはね、やっぱり宅建業者さんからとやり取りする機会があるわけですよね。その区分所有者の方がね、もしその個人のね、まあ占有部分を売却しようなんていう時は、だいたいね、そこの間に入っている宅建業者さんから管理業者さんに問い合わせが入ってきたりするじゃないですかね。ということでね、この辺宅建業法ね、押さえておく必要があるということですね。で最後適正化法ということになりますね。ということでね、まあ、満官と官業、まあ、範囲はねほぼ一緒とはいえですね、やっぱり試験集なりの特徴っていうのがあります。で毎年、まあ、言ってることですけれども、満官と官業、その年のねマンション管理士の方が1週間先に選考しますよね。でそこで問われたテーマと、まあ、似たようなテーマでその年の同じ年の管理業務主任者に出題されたりします。でこれはあえて同じくしているというよりは、そもそも試験範囲がね、広い範囲で同じなわけだからね、当然狙わなくても同じ論点、重要なのっていうのは特にそうですよね。重なりやすいということが言えます。で昨年度で言うとですね、足レベルの細かいところも含めてですけれども、約ね10問ぐらいね、本当にこれ似てるなというね、同じ論点聞いてるなという問題が実際に出ています。でダブル受験される方も多いとは思いますけれども、管理業務主任者のみ受けられる方もね、1週間専攻するマンション管理士の試験でどんな問題が出たかなっていうのはね、ちょっとチェックされるといいかと思います。でまたね別の動画を撮りますので、そこで私と一緒に振り返っていきましょう。はい、ということでね、簡単ではございますけれども、まあ試験前のね準備段階として、まあ、順序こんな感じかなとかね、ちょっとマンション管理士の試験どんなだったか見てみようかなとかね、イメージしていただくといいかなと思います。はい、ということで簡単ではありますけれども、私からは以上になります。基本的なところはね、今一度まだ間に合いますので復習されてください。あと細かい数字とかはね、割と直前でもまだまだ間に合いますしね、最後まで諦めずに頑張ってください。応援しております。頑張ってください。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。